和三本で作られた東の一例和三本は、主に、香川県や徳島県などの四国東部で、伝統的に生産されている佐藤の一種である。和三本糖とも言う、和菓子糖によく使用されることから、その産地として、京都府などのイメージを持たれることも多いが、生産される和三本糖のほぼ全てが、香川県や徳島県で作られたものである。 産地や製法によってその見た目や風味が大きく異なり、その差は和三本糖に含まれる糖蜜の量による、細やかな粒子と口溶けの良さや、後に引かないすっきりとした甘さが特徴的である。三本の名は、盆の上で砂糖を三度研ぐという日本で工夫された独自の製糖工程から来たもので、国産高級砂糖の一つである。また、その五感から、 三温糖と混同されることも多いが、これは全くの別物である。日本では江戸時代に砂糖の存在がすでに知られていたが、砂糖きびの栽培地は南西諸島に限られており、作られる砂糖の黒砂糖が一般的であった。日本の砂糖作りは徳川吉宗が教法の改革において全国に投業を奨励したことにより全国に広まった。 高松藩では、五代藩主、松平頼康公の命により、医師、池田玄武が砂糖作りの研究を始めた。その後弟子の向山周慶が後を継ぎ、砂糖木微の栽培及び、正当法の研究を進めていた。ある時、向山周慶は、お遍路の途中で病気にかかり、行き倒れになっている人を治療して助けた。この人は、 薩摩藩天見大島出身の関良介という人で砂糖作りをしたことがある人だった。そこで、向山集慶は砂糖作りを教えてほしいと頼んだところ、関良介は命の恩人の頼みを聞き入れ、半外へ持ち出し禁止の砂糖きびを佐抜地方で育てた。そしてまず黒糖を作ることに成功し、その後、 研究を重ね酒絞りの方法を応用した押し船切れ解放を発明して分密が簡単にできるようになった。こうして完成2年さぬきの地で初めて白砂糖作りに成功した。この白砂糖がさぬきは三本の始まりになる。そして文化元年その製刀方法を門外不出のものとしてこの地で 政党の許可を求める文書を高松藩へ提出した。その文書に名を連ねた五軒の昭屋のうち、現存するのは三谷政党のみとなっている。徳島藩では、伊野郡比企の村の山伏、玉泉が、この地に立ち寄った、九州の変路から、感謝の話を聞き、1776年に日向国の病化に、渡る。旅の主言者として、栽培。 貯蔵法を探り、感謝を竹杖に隠して持ち帰った。感謝は順調に増殖し、玉泉は正当法探求のため数年後に再度の病化に渡った。帰国後は、独力で、感謝の栽培法や正当法の研究に取り組み、1798年頃には、三本刀の製造に成功した。徳島藩の奨励もあって、感謝栽培は、 急速に広がり、泡を代表する一大産業に発展した。泡砂糖の最盛期は、天保分級年間の約30年間で、最盛期の感謝作付け面積2500ヘクタール、感謝生産量75000トン、白下糖生産量9487トン、白砂糖3450トンと推定されている。さぬきは三本は、そのすべてが、 献上品として高松藩に収められていたため、藩の特産品であるにもかかわらず、地元の人にはその存在すら知られていないという状態が長く続いていた。一方、阿波和三本は貴重な特産品として諸国へ売りに出され、全国の和菓子や郷土菓子の発展に大いなる貢献を果たした。現代における和三本島の製当方法は、 昔ながらの伝統的な製法と、機械化を推し進めた近代的な製法に大別される。和三本島の原料となる、トウキビは、地元産の在来品種、竹刀という品種が用いられてきたが、気候の変化や、収穫方法の機械化などで必ずしもそうでは、なくなっている。地元では、細キビと呼ばれる温帯での生育に適した、竹刀は稲、稲か 四面世種に属し、熱帯地方で一般的に栽培される、砂糖キビのオフィシナルムダネとは異なる栽培種であるが、その優位性を論理的に説明できる業者はおらず、宣伝のための一部業者の一方的な主張だと思われる。和三本島に欠かせない品種と言われているが、その糖度は一般的な品種よりも低く、むしろ優れた砂糖キビではないという見解もあり、 工述されているグラニュー糖の使用は低い糖度を補うためではないかと考えられる。晩秋に収穫した茎を絞って汁を出した後、石灰を使用するなどして中和を行い、ある程度まで生成炉化した後結晶化させる。こうして結晶化させた原料糖は白下糖といい、成分的には黒砂糖とほぼ同じ含む蜜糖である。 結晶化の際に結晶力の弱い糖汁はその糖度調整のためにグラニュー糖等の砂糖を添加することがある。この糖度調整により本来砂糖キビの糖汁のみで得られるはずだった白下糖よりも多くの白下糖を作り出すことが可能になり品質は安定し不安定な供給も回避できる。そして白下糖を 盆の上で適量の水を加えて練り上げて、砂糖の粒子を細かくする、研ぎという作業を行った後、研いだ砂糖を麻の布に詰め、押し船という箱の中に入れて、重しをかけ圧搾し、黒い糖蜜を抜いていく。この作業を、分蜜という。この一連の工程を何度か繰り返し、最後に一週間ほどかけて乾燥させ完成となる。昔はこの、研ぎを、 盆の上で3度ほど行っていたことから和三本と名付けられたと言われている。現在では当時の製法のままに押し船で分蜜を行う製糖所と遠心分離機で機械的に分蜜を行う製糖所に分かれているとされている。さぬきは三本とあわは三本ではその工程数や製法などの違いからそれぞれ和三本糖に含まれる糖蜜の抜け具合が 異なっており、それは見た目の白さや、口にした、菜の糖蜜の風味などに違いが現れている。5回以上、研ぎと分蜜を行うことで、より白くしていると言われるが、さぬき和三本は、さぬき三白と呼ばれる、香川の特産品の一つとなっている。なお、和三本には、原材料や製法に、明確な規定がないため、現在では、 グラニュー糖や竹糖ではない砂糖きびを原材料として製造されたものも存在する。これは、粉体製品の原材料表示を見た際に、砂糖きび、砂糖といったように表記されているが、砂糖きびの皮下食部重量も含むため、実際の重量は、砂糖、砂糖きびである場合が多く、白砂糖と表示されているケースは使用している砂糖の、 重量を意図的に隠す思惑がある。このような不透明性のある表示が多く見られるため、砂糖キビのみを原材料とする、粉体製品にも注意が必要である。沖縄でも和三本と称した商品が作られているが、塗ぎや分蜜ではなく、粉砕や攪拌で黒糖を白くしており、香川県や徳島県の和三本糖とは似て、非なるものである。 こうして出来上がった和三本刀は粉砂糖に近いきめ細やかさを持ち甘さがくどくなく後味が良いため和菓子の高級材料として使用されるまた口溶けの良さと風味の良い甘さから和三本そのものを固めただけの菓子が存在し東の代表格となるほどである代表的なものとしては菓子器型を使用した内物球状に押し固めた 和三本を和紙に包んで羽付きの羽に似せたもの、返しに包んで懐に入れて持ち歩けるものなどがある。しばしば和三本の管轄紙のことを落眼と呼ぶ人がいるがこれは誤りで、落眼は米粉などの澱粉質が主な材料であるのに対し、和三本は基本的には着色料を除きは三本等100%のものを指す。しかし近年ではつなぎの役割として、 澱粉や水飴を使用するなど、混ぜ物をしたものも多く、これらもすべて和三盆として売られている。和三盆糖生成の過程で発生する糖蜜は、砂糖キビ由来の糖分やミネラル分が多く残される、ことから、料理や成果に使用されることも多い。海外では、モラセスと呼ばれており、ラム酒の原材料としても使用される。 日本国内でもこのアサンボン糖生成時に発生する糖蜜を使用したラム酒作りが行われている。また、このイ糖蜜にグラニュー糖などの生成糖と水糖適宜所物の割合で混合し、加熱、濃縮して白下糖と同糖の含む蜜糖の状態を作り出す合成白下糖の製造法が特許としても公開されており、 これによると理論上数十倍の和三本を連価に製造することが可能になるが黒糖よりも加工黒糖が広く好まれるケースがあるように砂糖きびだけから作った白下糖とは違う風味を持ちむしろこちらから作り上げた和三本糖の方が一般受けすると主張する業者もある和三本は 製糖の作業が複雑な上、寒冷時にしか作ることができず、白下糖から和三本を作ると、全量の4割程度に目減りすると言われていたが、途中で原料に、上白糖やグラニュー糖、黒糖などを追加し、年中作られているようである。とはいえ、国内での製糖には多大な手間がかかることに変わりは、なく、砂糖の小売価格としては最も高価な部類に属する。 例えば、ハットリ製糖所が発売している、ダイム類は3本は 100g 入りで1620円も、する。このレートで単純計算すれば 1kg あたり16,200円も、するため、一般の料理、菓子作りの材料として、馴染みのある上、白糖、三温糖、グラニュー糖といった、1kg あたり200円程度で、購入できる砂糖とは、比較にならないほど、高いことから、 一般購買者向けの売れ筋商品にはなり得ない。このことから安価な売買、銅の和三本以外はスーパーマーケットなどでは取り扱っていないことが多いが2000年代以降インターネット通販の普及により大半のメーカーの品物は一般にも容易に入手できる。価格は正当所にもよるが和三本等は どの製糖所のものも総じて非常に高額であるため、一般購買者向けには、キロ入りのものはほとんど流通していない。このため現在は、和三本の代わりとして、白下等に、成分の似た素糖などを使って、類似の砂糖を工業的に製造し業務用に、販売する、和菓子用の加工等もある。ありがとうございます。